よさこい歌手は紅塾の皆さんです。千葉県を拠点に活動中です。地元や都内のイベントに参加、8月には高知よさこい祭りに参加してまいりました。大人も子供も鳴子の音を響かせて笑顔で元気に踊ります。それでは踊っていただきましょう。よさこい歌手は紅塾の皆さんです。どうぞ。はい、会場の皆さんこんにちは。ご紹介いただきました千葉県柏市よりやってまいりましたよさこい柏紅塾です。皆さんこの中で総連系が多いのですけれども、私たちはさっき申しましたように高知系です。鳴子の音を聞いていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは参ります。くれない邁進、構え。
沿道のお客様に礼。